国道二十四号起点京都府京都市下京区、唐島五条交差点国道二十四号終点和歌山県、和歌山市県庁前交差点国道二十四号は、京都府京都市から奈良県奈良市を経て、和歌山県和歌山市に至る一般国道である。和歌山県橋本市隅田町二千二十年二月撮影府県庁所在地である京都市、奈良市、和歌山市を結ぶ。 延長約二百三十五キロメートルの一般国道の路線で、起点の京都市下京区の国道一号分岐から南下して、奈良盆地、和歌山平野に沿って西に向かい、和歌山県庁前の県庁前交差点に至る。主な通過地は、京都風寺市、上陽市、木津川市、奈良県奈良市、山戸郡山市、柏原市、桂木野市、御所市、五城,城市、和歌山県橋本市、 木の川市、岩出市である。関西圏では国道171号や国道176号と共に渋滞国道と呼ばれるほど渋滞が慢性的である。この渋滞を解消すべくバイパスの軽縄自動車道が建設されてきた。一般国道の路線を指定する政令に基づく奇襲点及び経過値は次の通り。国道24号は 京都と奈良という二つの塔を結ぶ、歴史的に見れば重要な路線であるが、1885年の内務省国時代6号、国道標交付時には国道に指定されなかった。カラスマ通京都府京都市下京区立花町、高規格幹線道路大臣指定校、規格幹線道路一般道路和歌山バイパス、和歌山県岩出市中島国道163号との、 重福京都府木津川市木津雲村橋梁、新関月京付近京都市伏見区、桃山町トンネル道の駅、道路情報ラジオ交通量平日24時間、交通量奈良県天理市河田町2020年1月撮影、バイパスのうち、京奈自動車道、柏原バイパスについては、当該記事を参照。交差する場所の括弧書きは地名、それ以外は、 交差点名で表示上手は2010年3月9日、時点のデータ接続路線図。ありがとうございます。